ロタールビスキーロタールビスキーはドイツの政治家、左翼党所属、左翼党の前身である左翼党イコール民主社会党の議長を務めた、ポンメルンのランメルソベルク出身。第二次世界大戦後、西ドイツに移るが、その生活は極めて貧しかった。18歳の時、東ドイツに亡命。1963年には共産党である。 ドイツ社会主義統一党に入党した。しかし、社会主義体制崩壊と、党内保守派の失墜までは目立った存在ではなかった。1986年から1990年まで、映像、テレビ大学学長や地域テレビ放送局、ORB の取締役などを務めていた。1990年、ブランデンブルク州議会議員、人民議会議員に選出される。 東西ドイツ統一後は、1993年に、社会主義統一党の後ろ身である、民主社会党議長に選出される。2000年に議長を辞任するが、2003年に、再び議長となる。党内では、穏健な社会主義者と目され、初代党議長などを歴任したグレゴール議事とは、政治的名優である。2005年総選挙後、連邦議会副議長候補に指名されたが、 過去に、スタージの情報提供者であったと取り沙汰され、副議長に就くことを断念した。現在は、ヨーロッパの左派政党国際組織、欧州左翼党の議長を務めている。ありがとうございます。